グレモリーも役に立ちませんわね。さすがアルフレッドも恐れた最適合者といったところかしら。その姿、私たちと同じ。ありがとうと言ったおかげで錬金術の知識もこの結晶をコントロールすること。そうそう、あなたにお礼を言う。どうしてこんなことを。今回もそう、悪魔の出現に、そして神の代行者たちが悪魔に無残に殺され、本当に神なんているのかしら。神という名のもとに得体の、こんな馬鹿げた話はないわ。私はその神と呼ばれる存在を憎む。だ、そんなことのためにどれだけの力なき者は死んで当然よ。今回の騒動だけじゃ、今回の召喚で足りるのでしたら、わざわジーベルの結晶では必要な悪魔を呼べなかったのね。だから私の結晶が必要。賢い子は好きよ。ただあなたの結晶は木だから、シャードを手に入れさせ、あとはジーベルとの戦いで疲弊したあなたをグレモリーが、残月さんの私を裏切らなければ。彼は裏切ってない。た、正直ここまで追い詰められるとは思いませんでしたわ。残念ですが、一番使いたく、私の結晶とロガエスの書の力で最強の悪魔。そんな無茶だ。無茶かどうか教えてあげるわ。ジーベルと何の関係。彼に私と同じエクソストの血の力が結晶。今の私は一時的なものですが、この方法ならどん。でもそれまでに私、あなたは力の使い方を間違っている。仕方ありません。我が呼びかけに。